発信イエーイイエーイこうやって7 6 5 4 3 2 なんで何がちょっと待ってんの、意外と難しいやろ。こんにちは、ポーキ TV のこうちゃんです。今回紹介するのはこちら、チョロQ。こうちゃんね、チョロQで遊ぶの初めてなんよね。そういえばそっか、お父さんはね、6歳ぐらいの時やったかな。どのチョロQが一番早いかとか、何台も並べて遊んでたの思い出すな。お父さんチョロQで遊びよったんや。ちょっと一つ出してみてもいい？うん、いいよ。これ。お、日産スカイライン GTR やね。見て、日産スカイライン GTR。チョロQってかっこよさと可愛さが合体してるよね。お父さんが遊んでたチョロQもこんな感じだった？そうやね、大きさは一緒やね。やけど、新発売のこのチョロQは究極進化してるみたいなんよ。究極進化？なんと言ってもロゴに雷マークが入ってるからね。今日はいろいろと遊んでみるよ。うん、それじゃあ早速遊んでみよう。チョロQを全部出してみるよ。せーの、ドン。全部で8種類新旧のスポーツカーがラインナップされてるよ。究極進化したチョロQで遊んでいくよ。こうちゃんはこのチョロQの走らせ方って知ってる？わかるよ。こうやって引っ張って離すんやろ。そう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 。それじゃあちょっと今から、うん、ゲームを一つやってみようか。ゲーム。ギリギリを攻めろ、究極ストレート対決。もう至ってルールは簡単ね。このテーブルのどこから走らせてもいいから、ここにあるこのテーブルの端の壁ね、この壁に一番近づけた方が勝利。壁についちゃいけんの？壁についたら負け。壁につくギリギリのところで止まった方が勝ち。圧倒的にこうちゃんが勝ってやるぜ。こうちゃんはどのチョロQ を使う？日産スカイライン GTR。じゃあお父さんはトヨタ86。この赤いボディがかっこいいやろ。めちゃくちゃ引っ張るじゃん。いくよ、よーいスタート。いけ、発進、いやー発進、いやー引っ返さ、引っ返さ。よし、お父さんの勝利。これさ、性能が違うんやない？ええよ、じゃあちょっと交換してみる。うん、今度こうちゃんがじゃあ86ね。よーいスタート。発進、いけー、イエーイ、いけー、イエーイ、いけー、イエーイ。こうやって言ってお父さんの勝利。こうちゃんの言うこと聞かんのかな。え、もう一回やってみる。もう一回こうちゃん言ってみるやろ。いいよいいよ。あ、走るじゃん、もうちょっと走った。じゃあもう一回こうや、よースタート。発進、イエーイ。なんでお父さんの方が長く走れる？お父さんね、だって魔法使いや。はい、教えて。実はね、この新しいチョロQにはモーターが入ってます。モーター？それですごくね、賢いんよ、うん、チョロQって一回プルバックしてみて。プルバック、プルバックっていうのはチョロQを後ろに引っ張るってこと。まず一回じゃあプルバックしてみて。これが1回ね。これさっきのこうちゃんや。そう、じゃあ4回プルバックしてみて。4回。うん、4回。1、2、3、4って。1、2、3、4で離す。すごい長く走ったやろ。うん、今のがロングチョクシ。じゃあ1回やったら、ちょっとやってみて。ええ、
すごいじゃろ。これがランダムターン。ランダムにターンする。ちょっともう一回やってみて。いくよ。これでも一緒にやってみようか。うん。1、2、離す。おお、すごいじゃろ。じゃあ3回フルバックやってみようや。オッケー、じゃあ次3回ね、いくよ。うん。よーい、さあ、1、2、3、離す。すごい。すごくないこれ。これバックスピンっていうの。バックスピン。バックスピン。1、2、3。おお。すごいな。じゃあ5回やったらどうなる？いいよ、やってみていいよ、5回。1、2、3、4、5。いけ！ピー。ピーって言った？うん。これがね、またすごい機能なよ、ほら。5回プルバックしたらさ、ピーってなったけど、何がすごいの？これね、ちょっと見ててくれる？うん。1、2、3、4、5ってなったら、このピーって音ね。うん。すごいやろ。すごい、やったコマンド通りに動くんだ。これね、自動で今なったやろ。こうちゃんもやってみる。5回プルバックさせて起動。5回。1、2、3、4、5。ピーって言ったらこれが待機モードね。1回プルバックすると直進、2回プルバックすると小回転プラス直進、3回プルバックすると大回転プラス直進、この3種類。おー、こっちに来る。お、戻った。結構うまく使いこなすね。こうちゃんプログラミングが好きやからね。それはじゃあお父さんにプログラミングで挑むっていうこと？あいきなりプログラミング王決定戦。いきなりだいきなり今からテーブルの中央にこの的を設置します。この的に向かってテーブルのどこからスタートさせてもいいから、うん、プログラミングを5回使ってここにやるってこと？真ん中に。この的により近づけた方の勝ち。チャンスは2回。2回。よーい、スタート。1、2、3、4、5。どうしようかな。準備整った。おぉ、あっ、うわぁ、うわぁ、ちょっと2台ともすごい離れたんやけど。ちょっと待って、あ、わかった。こうじゃね、こっからにする。そっからスタート。よし、行こうか。よーい、スタート。1、2、3、4、5。これでいいかな。もういったね。え？え？なんで？ほら、見て、ドンピシャ。ねえ、ちょっと待って。すごいくない？これ、これすごくない？ちょっと待って、ポチだから。脳幹。脳幹？脳幹ってことがある。次はスマート Q コントローラーでも遊んでみよう。コントローラーっていうのはこれやね。トロキューのマークが入ってるよ。お、なんかいろいろ入ってるよ。このスマート Q コントローラーの中には、うん、パイロンって言って、それこれチョロキューが避ける障害物？そう、障害物ね。それとこんなカードも入ってるよ。的やん。そう、さっきこうちゃんとお父さんが遊んだみたいに使うことができる的ね、うん、そしてもう一つ。いくよ、せーの、ドン。これがコントローラーね。上を押すと直進して
下を押すと回転ね。ちょっとやってみるよ。操作するのはこのトヨタ86ね。うん。すごいね。じゃあお父さん、これでもバトルしようや。え、どうやってバトルする？ちょっと色鉛筆たくさん持ってきてや。これをテーブルの真ん中に置いて高級ボーリングしようや。ボーリング？うん。全部倒すってこと？そう。じゃあ時間は20秒ね。色鉛筆は10本ね。先行はこうちゃんからする。お父さんから10本。お父さんから。お父さんから。よし、よーい、スタート。あー、おっとっとっと、ちょっと向きを変えて、向き変えて。これぐらい？いけー。おー、ちょっと待って、回転回転回転。これぐらい？これぐらい？いくよ。よーし、いけ。まず4秒3秒。あー、終了です。何本これ？2、4、5本。5本。お父さんの記録5本ね。こうちゃんはね、すごいプレイ。これちょっと難しいよ。面白い。はい、じゃあいきます。こうちゃんのチャレンジ、お父さん5本でした。よーい、スタート。17、16、15。調整して10、9、8、7、6、5、4、3、2。なんで？何がちょっと待ってね、意外と難しいやろ。6、おおお、うまい。1、終了。あれ、ちょっと待って。ねえ、ちょっと待って、もう一回やろう。4本や、ね、4本、ね、4本。はい、じゃあこうちゃんの RX7 でチャレンジね。うん、いきます。はい、よーい、スタート。あーっと、さあちょっとずれている。おっ、おっと、おーおーおーおお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 お。5、4、3、2、1。はい、終了。ああああああ。おおおお、何本？6本。はい、というわけでチョロ級ボーリングはこうちゃんの勝利。まあちょっと疑惑の判定かもしれんけどね。こうちゃんの勝利ということにしておきます。やったー。面白かったね。うん。今回はチョロ Q で遊んでみました。こうちゃん、チョロ Q って初めて遊んでみたけどすごく楽しかったよ。やっぱプログラミングがすごかったよね。チョロ Q 単体でもできるし、動画で紹介しきれなかったけどコントローラーでも最大10回までプログラミングができるから、ぜひ試してほしいよね。うん、そうそう。お父さん、これチョロ Q コインね。これは今回のチョロ Q初回特典でコインがついてきます。見て、黄金に輝くチョロ Q コインよ。でもさ、これどうやって使うの？チョロ Q の後ろにセットして走らせること。後ろにセットして、こんな感じね。これでウィリーして走ること。すごい。今回遊んだチョロ Q のホームページは概要欄に載せているので、ぜひチェックしてみてね。今後、続々と新しい車種も登場予定です。みんなもチョロ Q で遊んでみてね。それじゃあ、バイバーイ。チャンネル登録はここでーす。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバーイ。イエー。